横浜スタジアムです。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。横浜ベイスターズ対オリックスバファローズ、その交流戦の模様をこれからお送りいたします。今日のゲームは田尾康彦さん、黒木智弘さんの解説、このお二人でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、リポーターも紹介しましょう。はい、ベンチ裏から選手のコメントや情報を我々2人がお伝えいたします。どうぞお楽しみに。はい、楽しいリポートお願いします。さあ、いよいよ試合開始まであと少しです。プレイボールは18時となっています。さあ、今日の先発のマウンド、吉見、現在2勝という今シーズンです。さあ、どんなピッチングを見せるのか。1回の表、バファローズの攻撃、そしてこの回の先頭、坂口、左のバッターボックスに入ります。マウンドは先発ピッチャー、吉見。最初の1球は何か。初球になった。ファーストへの打球、一塁はアウト、余裕がありました。そして次の2番大村、1回の表ワンアウトです。ここも抑えて2アウトにしたい。最初は低め、中に入れてきました。ワンストライク。昨日勝利のベイスターズ、ここまでのホームゲームでの成績です。勝ったのが9、負けは19で、引き分けの数が2となっています。さあ、ここはどうリードするんでしょうか。まっすぐ打ちました。またしてもファウルです。低めの球はカウント2エンド1。さあ、何を見せるか。外へのカーブは外れました。あれを見逃せればいいですよね。はい、確かに際どいボールでした。さあ、どういくか。これも強い当たりだ。これはファーストになります。取って一塁送球、アウト。ファーストゴロに終わっています。打順は次に変わります。カブレラ、カブレラ、来日後の通算打率です。3割飛んで6厘になります。来日9年目での成績です。初球です。初球コーナーをついてきました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。この回順調に2アウトまで来ました。次の2球目、あーっと打った、左へ。さあ、レフトの前、ワンバウンドになりました。ここでヒットが出た。そして一気にセカンド狙った、狙った、ツーベースヒット、レフトへのツーベースヒット。さあ、ランナーが出ました。どうぞ。早くも先制のチャンスを迎えています。初回からヒットを許しています。さあ、どこから来るか。まずはストライク、カウント1ストライク、ノーボールです。この回2アウトまでは簡単に来ました。しかしその後ツーベースヒットを許しています。それは豪快に振ってきました。まっすぐでもね、ピッチャーによって癖がありますからね。ですよね。さあ、3球目はどう攻める。あっと、ボールです。この球は外れています。変化球は、ああ外れました。この誘いには乗りません。さあ、5球目、この変化球は枠の外、フルカウント2スリー。さあ、2スリーになった。この球は外れてフォアボール。フォアボールのランナーを出しました。そして次の5番ラロッカ、初回からリードを取っていけるでしょうか。今シーズン4度目の対決となりました両チームです。最初のボールは最初から丁寧に攻めてきます。ストライク狙ってきたんでしょうか。いい当たり、これはどうか。下がる下がる、後ろに下がる下がる、これはフェンスに当たった。打ったバッターは二塁へ向かいます。中継のセカンドへ、セカンドランナー今ホームインした。タイムリーツーベースヒット、1対0、先制点はバファローズ。早くもリード、先制点が入りました。さあ、もう一回今のシーンです。
そして6番後藤、さあバッターボックスです。まあ、この勢いでね、大量点いきたいですね。ですね、ここで点につなげておきたい。得点差わずか1点、バファローズがリードしています。初球振りません、際どく外れた。すでに1点を許しています。2投目は見ましたがストライク、カウントワンエンドワン。いきなり先制点を許しています。ストライクになります。ボールカウント2エンドワン。緩いカーブ、カウント2エンド2。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。1回の表が終了、バファロー1対0リードを取りました。そしてバファローズの先発ピッチャー小林、前の登板は結局勝敗には無関係でした。ベイスターズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、ベイスターズの攻撃、トップバッターは1番下園。最近登板した3試合の成績ご紹介しましょう。勝ったのが1、負けはなし。そして自責点の数5となっています。初球ボール、ノーアップ。ストレートできました、ボールカウントノーツー。さあ次の3球目入れてきました、ワンエンドツーになっています。ボールです、ワンエンドスリーになっています。真ん中はこれはショートになります。取って一塁に送ります。あーアウト、ショートゴロに終わりました。そしてバッターは2番藤田、左のボックスです。この回はワンアウトになっています。さあ第1球打って左方向、取ってアウトが2つになりました。次のバッターです、内川。立ち上がりのピッチング、ツーアウトにしています。さあ初球はどうでしょう。最初はストレート持ってきました、ボールカウントワンストライク。バッター2人を打ち取っています。外への変化球入りません、ボールカウントワンエンドワン。ツーアウトになっています。さあ3球目は、あっと強烈な当たり、レフトへ上がった、レフトへ、重いボール、手を出した、外の球にバットが出ました。これはボールです、ツーストライクツーボール。この6球目、まっすぐを打ってライン際の当たり、切れるか、ファウルになります。これは大きく外れます、カウント2スリからヒットを打たれています。小さなファイ2方向、この回2アウトまでは順調に来ました。しかしその後ヒットを打たれました。ストレート決まって2ナッシング。まっすぐはですね、必ずまっすぐ来るとは限りませんからね。あ、そうですよね。
この3球目はどうする。あっとスイングアウト三振、スリーアウトチェン、思い切ってストレート投げ込んで三振です。1回の表裏終了、ベイスターズ無得点で攻撃を終了しました。オリックスバファローズ第4回戦はセパ交流戦です。2回の表バファローズの攻撃、この回の先頭バッター鈴木、初回からの失点、立ち直りを見せるんでしょうか。鋭い打球、初球を捉えました。この打球はレフトへの当たり。さあ今日の第一打席です。インコース、これは入りました。ツーストライク。これは遠いところ、ボールにしてきました。もう一度振り返りましょう。そして次の8番大引き、右バッターボックスに入ります。連続三振を奪っています。初球見送っていきます。いいところへ決めてきます。ワンアウトになっています。さあ次はどう攻めるか。コーナーへ決めました。ツーストライクです。さあ決め球を見せるか。あっと変化球、2エンド1です。次が4球目。高めのボール球、手を出した。これはファースト取りました。このままキャンバスを踏んでアウトになります。そしてバッター小林、打席に入ります。最初のバッターは三振、その後は内野ゴロに終わらせました。初球簡単にストライクを取ります。ワンナッシングです。ツーアウトになっています。次のボールは、打った右中間へ、ワンバウンドヒットになりました。さあヒットになった。バッターランナーは二塁を狙った。さあ連携プレー見せるか。ツーベースヒット、ライトへのヒットが出ました。ここで打順が一巡します。高口ワンヒットで追加点もあります。さあ返せるか。ここまで7試合連続安打となっています。最初のボールは最初から落としてきました。枠をいっぱいに使ってきます。吉見、今日は2回途中までを投げて許したヒットが3本、この回1本打たれています。変化球決まってツーナスイングです。さあここは追い込まれていますが、低めのボール球打っていった。これはショート抑えた。一塁へ、一塁アウト、スリーアウト。さあベイスターズ1点を追いかけます。2回の裏、ベイスターズの攻撃、5番からの打順になります。佐伯、左ボックスに入りました。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。さあ初球はどうでしょう。最初からコーナーをついてきます。いいところへ決めてきます。初回ヒットを打たれましたが0点に抑えています。さあ2球目は、取ってワンアウトになりました。ショートフライに終わりました。次のバッターはどうでしょうか。吉村、今日の1打席目になります。初球はどうか。
この初球ボールになりました。ボールカウントノーワン。まず先頭のバッターを打ち取っています。ボールになります。ノーツーです。この回はワンアウトになっています。これは外へ逃げます。ワンツー。ワンアウトランナーはありません。打っていった、サードです。取った、一塁送球、一塁はアウトになります。サードゴロに終わりました。下位打線に回ります。石川、2回の裏ツーアウト。最初のバッターは内野フライ、その後は内野ゴロに打ち取りました。まずは初球、初球から際どいコースをついてきます。ちょっと低いですよね。はい、それで空振りになりました。ツーアウトになっています。この球は外れています。外へ2つ続けました。この回順調に2アウトまで来ました。あっと、今度はインコース、カウント2エンド1。さあ4球目、あっと空振り三振、3アウトチェンジ。さあバファローズ、この後2番から始まります。3回の表バファローズの攻撃、2番からの打順になります。大村、左のバッターボックスに入りました。ベイスターズファンでいっぱいの横浜スタジアムから実況生中継でお送りしています。外目のボールから来ました。ワンストライク。2回目の打席はどうでしょうか。2投目打って打球は左へ、取りました。一塁へ送ります。一塁はアウト、ショートゴロに倒れました。そしてバッターカブレラ、右の打席に入りました。今日2度目のバッターボックスに入っています。初球ストレートできました。カウント1ストライクノーボールです。ワンアウトになっています。次の2投目、ボール、外へ2球持っていきました。まずはワンアウトを取っています。3球目はどうする。今度はまっすぐ打ちました。ボールカウント2エンド1。これは変化しました。際どいですけどね。はい、しっかりと見ました。ストレート、ボールを捉えられませんでした。さあもう一度見てみましょう。そして次の4番目、ローズ、打席に入ります。初球です。まずは見送りました。枠をいっぱいに使ってきます。吉見、この試合先発のマウンドに上がりました。そして1点を与えています。鋭い当たり、打球はポールを襲っている、入るか。あ、これは残念、右に切れてファウルです。入ったぞ、ライナーで飛び込んだ、ホームラン、ホームランです。ローズ、すでに今シーズン本塁打の数を29としています。3回の表、ここでホームランが飛び出しました。今ホームインしました。2対0。
さあ、タオさん、今のは？いや、この場面でしょ。で、4番、やっぱり周りがね、期待しますから。そうですね。追加点が入ります。点差は1つ増えて2点差になっています。打順が移ります。ラロッカ、先ほどの打席で先制のツーベースヒットを打っています。初球から入れてきました。ワンラスイングです。山口さん、はい、三塁側です。はい、どうぞ。ホームランの談話を取ってまいりました。打ったのは外側のストレート、次の打席も楽しみにしていてくださいということでした。山口さん、どうぞ。三塁側のコメントを届けてくれました。今度もストレートできました。ツーストライクノーボール。まっすぐを持ってきました。手を出しませんね。はい、ここは見極めました。抑えます。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。3回の表が終了。バファローズ1点を追加、2対0リードを広げています。3回の裏、ベイスターズの攻撃。トップバッター細山、今日最初のバッターボックスです。まあ、ここはヒット欲しいでしょうね、本人からしたら。はい、ここはヒットにしていきたい、本人が一番思っているでしょう。さあ、今日の第一打席です。初球ストライク、ワンストライクです。小林、今日先発のマウンドに上がりました。3イニング目ということになります。見送ります。平行カウント、ワンエンドワン。さあ、次の3球目決まりました。2ストライク1ボール。今度はインコースに持ってきました。バッター我慢しましたね。はい、手を出しませんでした。レフトへヒットを打ちました。そして次のバッターとなります。吉見、和歌山県出身。小林、今日の2回までのピッチング、許したヒットが2本、この回は1本ありました。ここを送りバント、ファーストが取ります。一塁、これはアウトです。これでワンアウトです。この回打順が一巡してきました。篠園、ランナーを返したい、このバッターボックスになります。これが2回目のバッターボックス。まず初球、初球は手を出しません。面白いように決めてきます。この前の第1打席、ショートゴロに終わっています。あっと、これは決まった。フォークで追い込んでいます。一気に来るか。送球、一塁楽々アウトです。ショートゴロに終わっています。ランナーを考えたバッティングしたかったですよね。はい、ですね。初球はどうか。まずは初球見送りました。ワンボールになりました。初回の第一打席、サードフライに終わっています。見逃してストライク、ワンストライクワンボール。アウトになっています。さあ、3球目、ストレートを外れました。ワンエンド2です。ツーアウトランナー2塁です。どうですか、タオさん、ここはどうすればいいでしょう。まあ、当然ランナー返すことだけでしょう。はい、ここからの得点はあるんでしょうか。ええ、外はどうか。ツーツーです。さあ、何を見せるか。バッター見送りました。フルカウント2、3。この球はどうか。内へのボール打った。これはどうだ。打っていった。ファウルです。一塁線がファウルになります。
ここはピッチャー我慢できませんでした。そして次のバッターを迎えます、内川。さあランナーをホームへと迎え入れてくるんでしょうか。初球振りません、ワンストライク。初回の最初の打席、レフトへのシングルヒットを記録しています。低いボール、ツーストライク。さあ、決め球を見せるか。引っ掛けた感じになりました。打球はピッチャーの横、取りました。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。途中経過参りましょう。まず広島市民球場、2-0、イーグルスがリードしています。そして神宮球場、1-1、同点となっています。まあヘッドが重く感じられる時がシーズンには何度かあるんですが、少しバットの出が悪いですよね。持ち前のスイングの速さに勢いが感じられません。体全体のキレが悪い感じですね。まず際どいコースをついてきました。ワンボールです。攻撃中のバファローズ、3回までは3つの残塁、そして中盤4回の攻撃となります。2投目、これはスライダーで決めました。これも外目に行きました。今日の奪三振の数は3となっています。3球目、今度は落としてきました。カウント2エンド1。さあ第4球、これは大きな当たりだ。入るか入るか、入ったか、入った、突き刺しました。ホームラン、ここで一発が出ました。右に打ち返した打球はライトスタンドに消えていきました。4回の表、ホームランが飛び出しました。そして今ホームイン、3-0。さあ田尾さん、今のはどう見ますか。いや、ここでホームランが出ましたか。1点を追加します。その差は3点になりました。さあ、どんなイメージで打席に入ったでしょうか。そうですね、狙うボールも飛ばす方向もイメージできてると思いますよ。なるほどね。とにかくピッチャーに嫌な打者だなと思わせたいでしょうね。どんなボールをどう打つか、今後の印象になっていきます。まず最初のボールを決めていきました。ボールカウント1ストライク。2回の前の打席、空振りの三振に倒れています。直球で切れました。2ストライクノーボール。あっと打った、低い打球になりました。取った、一塁送球。一塁はアウトになります。ファーストゴロに倒れました。そしてバッター大引、4回の表ワンアウト。さあ、どこから来るか。初球見送っていきます。遅いボールをコントロールしてきます。先頭打者に本塁打、その後は内野ゴロに終わらせました。鋭い打球、レフトへ上がった。いいですよ。追っていく追っていく、これは取れない。ワンバウンドヒット、打ったバッターは二塁へ向かった。さあ、二塁クロスプレーか、ツーベースヒット、左中間へのツーベースになりました。さあ、そして9番に回ってきます、小林、右打席です。さあ、バファローズ、レフトへバウンドしました。取って一塁へ、送りバント成功です。これでツーアウトです。そして打順は1番に戻ります、高口。そのバッターボックスです。まあ、ここは本当になりそうですよね。はい、ここはぜひ点にしておきたい。まずはスローカーブを見せました。ワンストライクです。吉見、今日は4回途中までを投げて許したヒットが6本、この回2本打たれています。またスローカーブ、2球目も変化球でした。あっと見逃し三振、スリーアウト、際どいコース決まりました。気の抜けないゲームが続いていきます。そうですね、そういうゲームは我慢比べですね。チームに緩みが出るといけません。4回の裏、ベイスターズの攻撃、この回は4番から始まります。内藤、4回の裏ノーアウトです。ノーアウトランナーありません。さあ、タオさんにお聞きましょう。ベイスターズのこの後の展開なんですが、今のうちにね、点差縮めたいですけどね。はい、ここはランナーをまず出していきたい場面です。はい、まずはストライク、ボールカウント1ストライク。ここまで3回を無失点、まずまずのスタートとなっています。
外角いっぱいに入りました。ツーストライクです。決まった。三球三振。三球できっちり仕留めました。そしてバッターは5番佐伯、第1球です。初球は変化球から入りました。ワンボールになりました。この回はワンアウトになっています。このストレートは外れています。カウントノーツー。この試合フォアボールの数が1となっています。あっと今度は外、ワンエンド2になっています。2回の1打席目、ショートフライに終わっています。変化しました。打球はセカンドへ。取りました。一塁送球。これは一塁アウトです。セカンドゴロに終わりました。次のバッターが入ります。吉村、第1球は高めのボール打ちました。これはセンターの前に落ちます。ツーアウトからヒットが出ます。今のはどうでしたでしょうか。いや、簡単なボールじゃないですけどね。どう、2度目のバッターボックスに入っています。初球ストライク、コーナーいっぱいに乗ってきました。小林、4回2アウトまで来ています。そして3安打を打たれています。ストレート決まって2打線、ここは追い込んでいます。変化球に変えてきました。低めのピッチングが続きます。さあ4球目、ストレート、三遊間です。あっと抜けた、抜けていきます。ああヒットになります。ファーストランナーは二塁です。二塁ストップです。さあ次のバッターにつなぎました。細山、この場面でのバッティングはどうでしょうか。2回目の打席はどうでしょうか。第1球、初球振りません。ゾーンいっぱいに投げ込みます。この回ヒットを2本打たれています。またストレートできました。カウント2ストライク、ノーボールです。さあ1球様子を見るか。あっと打ちました。打球はライン際、切れるか。ファウルです。低めのボール打ってサードです。取りました。1塁に送ります。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。さあバファローズ、この後2番から始まります。5回の表、バファローズの攻撃、そしてこの回の先頭大村、これが3回目のバッターボックス。初球は際どいところに来ました。ストライク狙ってきたんでしょうか。この試合フォアボールの数は1となっています。この球はどうでしょう。低めの球、手を出しました。なかなかタイミングが合いません。この前の打席ではショートゴロに倒れています。まっすぐできました。ストレートで2ストライク目を取りました。今度もストレートできました。ボールカウント2エンド2。次が5球目、変化球打ちました。取りました。一塁送球、アウトだ。華麗な守備を見せました。いや、素晴らしいプレーでしたね。はい、これはリプレイで見てみたいですね。さすがのプレー、これはバッターたまらない。本当ですね。打者は不運と諦めるしかないでしょうね。お互い全力プレーの結果ですからね。次のバッターです。カブレラ、5回の表ワンアウトです。どう組み立ててくるか。痛烈な打球、初球狙った。いったいったいったぞ。入った。低い弾道で飛び込んだ。ホームラン、ホームランです。しっかり捉えました。笑顔に打ち返した打球。
タンドに吸い込まれました。5回の表ホームランが出ています。さあこの勢いでその差を開いていきたい。今ホームインにしました。4対0。さあ今のホームランどうご覧になりましたか。まあ今打ったボールなんかね簡単に打てないんですけどね。そうですね、はい、1点を追加、4点差に広がりました。力技を見せつけました。豪快な一発。いやパワーとテクニック両方兼ね備えてますよね。そうですか、力だけで打てるもんじゃないですね。ベイスターズ2番手ピッチャーを送ります。桑原健太郎、中7日を置いてのマウンドとなります。バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。試合前の練習ではいい当たり出てましたからね。実にタイミングよく右左に打ち分けて練習をしていた試合前です。いや結局ね試合前の打撃練習をおろそかにする選手はダメですよ。最初はスライダーできました。ボールカウントノーワン。3回の2打席目ホームランを放っています。これも痛烈な当たり、レフトへ、レフトへ上がった、ワンバウンドヒット、ヒットになる。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。さあ中継間に合うか、ツーベースヒット。さあ赤尾さん今のは、まあそこでねチェンジアップはバッターの頭にあったんでしょうね。そうですね、今のは打った方がうまかったというシーンでした。打ちました、抜けた、綺麗に抜けた。さあセカンドランナー三塁を回ります。ヒットになります。今セカンドランナーホームイン、では二塁タッチアウト。5対0、センターへのタイムリーヒット、1点が加わります。5点差に広げました。バッター後藤、左の打席に入っています。5対0、バファローズがリードしています。まずはストライク、ワンストライクノーボール。さあ3回目のバッターボックス、決めてきます。2ストライクノーボール。様子を見ていくか。今度は外に来ました。ここは外してきました。さあ4投目、引っ掛けます。これはピッチャー正面、一塁へ送ります。一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。さあベイスターズ、この後の攻撃はピッチャーから始まります。5回の裏、ベイスターズの攻撃、先頭のバッター桑原健太郎。9番ピッチャー桑原健太郎、背番号38。この試合フォアボールの数が1となっています。最初はボール、ノーストライクワンボール。小林、この試合許したヒットの数が4となっています。決まった、外いっぱい、ワンエンドワン。小林、この回を無事に抑えると勝ち投手の権利を得ることになります。外、外れてボール、ワンエンドツーになりました。ここまでのベイスターズ、ヒットが4本、まだ得点がありません。バファローズがリードしています。この球は外いっぱいに決まった。これは手を出させません。この変化球は外れています。2-3です。打順がトップに帰っていきます。下園、左の打席です。次が今日の70球目。外から攻めていきます。自由自在のピッチングを見せます。この試合の奪三振の数が3となっています。さあ次のボールは、大きくバットが回りました。2ストライクです。さあ勝負するんでしょうか。これはいい当たりだ。打球はセンター方向。
ターへのヒットになりました。さあ打順は2番に回ってきます。藤バターボックスに入ります。ちょっとねヒットが出てないんですよね。ちょっと気にはしているんですが、まずは変化球空振りになります。カウントワンストライクノーボールです。3回の第2打席フォアボールで出塁しています。ストレートを持ってきました。これで追い込みました。ここは見送ります。バッテリー1球外してきました。さあ第4球、今度もいい当たり、打球はライトへ上がってどうだ。さあ5球目、ストレートを打って打球はサードへ、取って1塁に送ります。1塁アウト、ランナーは2塁へ。サードゴロに倒れました。まずはインハイへ体を起こしてから外に攻めていきたいですね。かなりバッターがベースに追いかぶさっていますが、どうでしょうか。いやここは強気で攻めないとやられますよ。最初は見ていきます。ボールカウントワンストライク、ツーアウトランナー二塁。いやタオさん、ベイスターズの攻め方はどう見えますか。このランナーはやっぱり返したいですよね。はい、ここは得点できる場面になっています。はい、外のボール、ツーナッシングです。ツーナッシングからの第3球、さあいい当たりだ、バランと三塁線を破った。セカンドランナーは一気にホームへ、2本目のヒット、マルチを記録しました。セカンドランナーがホームに帰ってきました。タイムリーツーベース、ランナーは上で振り付け、それで十分。さあバッターと勝負、ピッチャーの目線はそれだけ効き目があるんですね。そうですね、警戒しているぞと思わせないといけませんからね。そして打順が変わります。内藤、得点のシーンを演出できるんでしょうか。4回の2打席目、今日2打席連続となる三振に終わっています。初球インコース、ワンストライク。これが3回目のバッターボックス、この変化球は外れています。ここまで1点を与えています。空振りになります。2エンド1です。次が4球目、変化球持ってきました。2エンド2になっています。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さて試合は4点差となって6回に入っていきます。ハマスターダンスコンテスト、さあウィナーになった方にはベイスターズオリジナルグッズがプレゼント。横浜スタジアムは6回の表バファローズの攻撃、この回の先頭バッター鈴木バッターボックスに入ります。さあ初球スライダーで入りました。ボールカウントワンストライク、ここまでのバファローズヒットが9本5得点の内容です。一方のベイスターズヒットが6本1得点の内容です。バファローズがリードしています。これはスライダー、外へ2つ続けました。さあ3回目の打席、次が3球目、打っていった、これはセカンド抑えた、1塁へ、1塁、これは余裕でアウト、セカンドゴロに倒れました。次のバッターが入ります。大引き右打席です。4回の第2打席レフトへのヒットを放っています。ツーベースでした。初球狙う、三遊間も綺麗に破りました。さあランナーがここで出ます。レフトへのヒットになりました。あーピンチヒッターですよ。さあバファローズピッチャーに変えて代打となります。下山、まあ、バッターちょっとね調子良くないみたいですけどね。はい、この打席のバッティングはどうでしょうか。ヒットのランナーを許しています。最初の1球、最初はスライダーできました。ノーワン、桑原健太郎、今日は1回を投げて打たれたヒットが3本、そして変化しました。これはライン際です。取りました。2塁がフォースアウト、1塁アウト、ゲッツー成功、3アウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。バファロー最後はダブルプレーに終わりました。変わりまして。
バファロー今日最初のピッチャー交代です。清水1日明けてのマウンドとなります。ベイスターズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。6回の裏ベイスターズの攻撃、トップバッター佐伯、左のバッターボックスです。初球はどうでしょうか。初球打ち取って一塁に送ります。一塁アウト、サードゴロに終わりました。次のバッターに変わります。吉村、この回は先頭バッターを打ち取っています。どこから攻めるか。初球はボールになりました。この球は外れています。ワンアウトになっています。さあ第2球、カット鋭い打球だ。打球はショートへ取りました。しかしこれはショートが抑えています。アウト、ショートゴロに倒れました。そしてバッターは7番石川、バッター2人を打ち取っています。初球は低めから来ました。ワンストライク。先頭打者は内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。コーナーに外れます。平行カウント1エンド1、2アウトになっています。3球目はどうする。これはボール、カウント1エンド2。石川、5回には鮮やかな守備がありました。バッティングカウントになったが、これはボールです。1エンド3になりました。4回の前の打席、レフトへのヒットを打っています。アウトコースへ決めました。カウント 2-3。 アウトコース打って左へ取って、これで3アウト。さあバファローズ、次の攻撃は打順よく1番から始まります。7回の表バファローズの攻撃、打順は戻ってトップから始まります。坂口、左ボックスに入りました。最初の1球、初球インコースから入りました。ワンナッシングです。点差変わらず4点差、バファローズがリードしています。外へ持ってきました。2ストライクノーボール。さあ追い込んだ。三遊間へ、あーっと抜けた、きれいに破ります。さあヒットになる、ようやくヒットが出ました。そして次のバッターとなります。大村、打席に入ります。今日のバッティング3打数ノーヒット、まだヒットがある。ここはバントしてきます。取った、一塁送球。この送りバントは安心して見ていられました。そして打順が変わります。カブレラ、バファロー、送りバントでランナーは二塁に進んでいます。これは外れました。この球はボールになります。桑原健太郎、2番手ピッチャーとしてマウンドに上がりました。そして4安打を打たれています。またストレートできました。カウント1エンド1。今日4回目のバッターボックスに入っています。さあ3投目、今度はカーブを持ってきました。カウント2エンド1。次の4球目、思い切って振りましたがバットに当たりません。悔しい打席になりました。いやー、もっとよく見ていかないとね。バッター悔しさに顔が歪んでます。それにしてもね、もう少し冷静にいかないといけませんね。見ている我々は興奮しますね。自分で決めてやるくらいの気持ちで打席に入ってますからね。顔に書いてますよ。男子の本会、鋭い打球、初球を捉えました。ライトの頭上を越えていくそうだ。ご覧いただきましたが、この打球、初球を放り込んだ。ポンプ車のタイミングで捉えた打球はライトスタンドに消えていきました。7回の表ホームランを放ちました。勝利にずっと近づくホームランになったか。今ホームイン、7対1。今のホームランはどうでしょうか。これはね、完全なダメ押しですからね。はい、2点を追加します。6点差になっています。最初の1球、初球インコース、カウント1ストライクノーボールです。
5回の3打席目、追加点となるタイムリーヒットを打っています。次の2投目、丁寧にコーナーをつきます。内へ2つ続きました。外へ2エンド1になりました。さあベイスターズ、この後8番から始まります。7回の裏、ベイスターズの攻撃、8番からの打順になります。細山田、初球はどうでしょうか。低めのボール打った、レフトへ、ワンバウンドヒット、落ちました。ヒットになった、打ったバッターは一塁です。一塁ストップ。ここでね、変えてきますよ。さあベイスターズ、ここで特急プロピンチヒッターを送っていきます。近所、右の打席です。さあベイスターズ、センターへのヒットでランナーを出しています。ストレート打ちました。ファーストランナーは二塁に止まります。さあ今のバッティングなんですが、赤尾さん、いや、早いまっすぐだったんですけどね。はい、その力のこもったボール見事打ち返しました。これが4回目の打席、その初球は低いボール、ワンボールになりました。5回の前の打席、センターへのシングルヒットを記録しています。さあどうでしょう、ファウルになります。下園、今日のゲームは1回出塁しています。外の球、これは入っていました。スライダーで追い込んでいます。さあ4球目、これは強い当たりだ、低い当たりになった、この打球は右中間に上がった、ワンバウンド、ワンバウンドした。さあノーアウトフルベース、チャンスを作りました。そして次のバッターを迎えます。藤井、ランナーを返したい、この場面となりました。最初はフォークから入りました。ノーアウト、清水、今日は6回からマウンドに登りました。そして3安打を打たれています。カーブを投げてきました。外へ2球持っていきました。今日4回目のバッターボックスに入っています。インコースのボール、これは空振りになります。2エンド1です。スライダーだったんですけどね、引っ掛けましたね。ランナー変わりありません。ワンアウトになっています。そして打順が変わります。内川、得点圏でのバッティングはどうでしょうか。さあ第1球、まずは見送りました。ワンストライク。今日4度目のバッターボックス、かっこいい当たり、レフトへ上がった、強烈な当たり、レフトへ上がった、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー二塁へ回った、三塁へ送ります。ファーストランナーインナーホームイン。さあセカンドランナーもホームに帰ってきます。7対3、今のシーンもう一度見てみましょうか。得点のシーンを演出できるんでしょうか。何から持ってくるか。まずは変化球から入りました。ここは1球外します。清水、今日は1回と3分の1を投げて許したヒットが4、失点は2となっています。外、これはボール、これも外目に行きました。すでに2点を奪われています。3球目はどうする。これはストレート、ワンストライクツーボール。内藤、今日はまだ塁に出ていません。カット打った、ないです。センター交代します。さあこれはランナータッチアップでしょう。タッチアップ、サードランナースタート、三塁はどうだ。三塁ランナーがインナーホームイン、打ち上げられました。三塁ランナーは余裕でホームイン。
さあ今のプレイもう一度見てみましょう。5番バッターに変わります佐伯、そのバッターボックスとなります。まあ、このままね一気に攻めたいですよね。ですね、得点まで来たいこの場面です。まずスライダーを持ってきました。枠をいっぱいに使ってきます。佐伯、このゲームは塁に出られていません。これもスライダー、ボールカウント2ストライク。スライダー誘ってきましたが乗りません。次が4球目。あっと三振、スリーアウトチェンジ。他球場の経過です。広島市民球場です。3対2、イーグルスが依然リードしています。続いて明治神宮球場、7対5、現在7回の裏、スワローズの攻撃中です。ベイスターズ、この試合2回目のピッチャー交代です。工藤、3点のビハインドという場面でマウンドに上がります。さあどんな投球を見せるのか。8回の表、バファローズの攻撃。この回は6番から始まります。後藤、左のバッターボックスに入っています。第1球はどうか。ストレート打って、しかしこれは惜しくもファウルです。2球目です。離れていきます。ちょっと振り出しをね早くしたいですね。ですよね。さあここはどうリードするんでしょうか。3球三振、いい球を見せました。打順が変わります。鈴木、まず先頭バッターから三振を奪っています。どう組み立ててくるか。変化しました。三塁線わずかに左、ファウルボール。第2球、左へ行った。この打球はファウルになります。さあ決め球を見せるか。低め落ちました。これはセカンドになります。一塁へ、一塁、これはアウトです。セカンドゴロに終わっています。次のバッターはどうでしょうか。大引き、どこから行く。まずはストライクを取りました。枠いっぱいに決めてきました。さあ今日のバッティングなんですが、3打数2安打。アウトコース、ワンエンドワンです。今日はツーベースを放っています。さあ次の3球目、これはストライク。枠をいっぱいに使ってきます。一塁へ送ります。一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。緊張感を持続しながらのきつい試合が続きます。そうですね、特にピッチャーは援護が欲しいはずですから。監督コーチも胃の痛むような展開です。3番手ピッチャーをマウンドに上げます。菊池原、これで今年の登板数が24となっています。ベイスターズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の裏、ベイスターズの攻撃。バッター吉村、今日の成績をご紹介しましょう。3打数1安打。打球が右、ファウルになりました。この前の打席はきっちり捉えたんですが、ショートゴロに終わっています。いい、あーっと、これはいい当たり。伸びていく、伸びていく、追っていきます。ピッチャーの代わり腹を捉えた。打ったバッターは二塁へ向かった。中継のショートへ、ツーベースヒット。カオさん、今のはどうでしたか。シュートがね甘くなったんですよ。ああ、もう少しコントロールに気をつけたかったということですか。はい、そうです。初球わずかに外れてボール。この球は枠に入りません。今日はここまで3打数の1安打。さあ2球目、まっすぐ落ちました。セカンドへの打球、一塁に送ります。一塁アウト、ランナー進めました。
セカンドゴロに倒れました。さあベイスターズ、ここはこの人に任せます。代打です。まあ、ここはね勝負いくでしょう。ジョンソン、ランナーを返していけるでしょうか。先頭バッターにツーベース、その後は内野ゴロに打ち取りました。初球はどうでしょうか。最初は低めに持ってきました。ワンナッシングです。この回はワンアウトになっています。これは変化球決めました。ツーストライク。際どく攻めるのか。ボールです。これは外れました。さあ第4球、またしてもセカンドへのゴロです。取った、一塁へ。一塁、これは余裕があります。アウトです。いやー、タイミングに上げてくれましたけど、この1球は少し不明でしたね。たった1球が大きく悔やまれることもありますね。そうですよ、試合を分ける1球はありますからね。ここでね、ベンチ動きましたね。点の欲しいこの場面、ベイスター、ここも代打を送ってきます。森笠、左のボックスに入っています。すでに1点を失っています。変化球を打っていった、ショートです。取って一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。8回を終了、ベイスターズ1点を返しています。7対5、2点差にしています。ベイスターズ、この場面で4番手のピッチャーとなります小林、2点をリードされての登板となります。さあどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあ代打出しましたよ。さあホームランの欲しい場面、バファロー、ピッチャーに代打を送ります。一気追加点が欲しい展開、まずは出塁したい場面です。まあ、バッターからしたらね、そろそろヒット欲しいでしょうね。はい、この打席こそはと思っていることでしょう。点差変わらず2点差、バファローズがリードしています。その初球カーブから入りました。カウント1ストライクノーボールです。ノーアウトランナーなし。タオさんにお伺いしましょう。バファローズの攻め方はどう見ますか。まあ、最近の野球は分かんないですから、もうちょっと点欲しいですよ。はい、とにかく出塁したいこのバッターボックスです、ね、ストレートできました。いいところへ決めてきます。全球三振、空振り、三振でピシャリと抑えます。打順がトップに帰ってきます。高口、左のバッターボックスに入ります。今日のバッティング4打数1安打。その初球ボールから入りました。ワンボールになりました。今日の打席内容です。ファーストゴロ、ショートゴロ、見逃しの三振、そしてレフト前ヒット、4打数の1安打。カーブが決まります。ワンストライクワンボール、ワンアウトになっています。さあ3球目はどうか。ストレート。さあ4投目、わずかに外れて2-2。次が5球目、やっと振らない、2者連続三振。勝利の方程式がまさに完成しようかという状況です。こういう勝ちパターンが確立しているチームは強いですよ。そして次の2番大村、左のバッターボックスです。ツーアウトランナーはありません。最初はストライク、ストライクゾーンをいっぱいに攻めていきます。7回の4打席目、送りバントを決めています。ストレート打ちました、右へ行った、あーボールの右、ファウルです。これは強い当たりだ、これは低い当たり、あーこれはセンターの前、ワンバウンド、さあヒットになる。センターへのヒットを放ちました。そして打順が変わります。カブレラ、最終回の表ツーアウト、今日はホームランを1本打っています。まずは初球、この回あっという間にツーアウトになりました。しかしその後ヒットを許しました。今度はストレートを持ってきました。追い込みました。145キロです。
号。一球外しました。これはそれました。ツーストライクツーボール。これも痛烈な大カードです。取って一塁に送ります。一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。さあ今度の攻撃で流れを変えていくことができるでしょうか。まあ少し目先を変えて攻撃していかないといけないでしょうね。何か突破口が欲しい両チームです。バファロー、ここで4番手ピッチャーに変えます。あと中3日置いての登板となります。さあストッパーと打線の対決、注目しましょう。ピッチャーの一騎。9回の裏、ついに最終回を迎えました。この回はトップから始まっています。下園、ここは塁に出なければいけません。まず初球、最初は外に持ってきました。ワンストライク。7回の前の打席、ライトへのシングルヒットを放っています。次のボールは、今度はスライダーを持ってきました。ボールカウント1エンド1。下園、ここまで2回塁に出ています。インコースストライク、カウント2エンド1。さあ第4球、横へ曲げてきました。ツーツーです。インコースター、打球はライン際切れるか。ファウルボール。さあ6球目、変化しました。レフトに持っていました。取ってワンアウトになりました。レフトフライに終わりました。そしてバッターは2番藤田、左のバッターボックスに入りました。藤田、ここまでフォアボールで1回出塁しています。最初は見ていきます。カウントノーワン。7回の第4打席、ライトフライに終わっています。決めてきました。平行カウント1エンド1。この回はまずワンアウトを取っています。3投目、これは外れました。ワンツー。今日はここまでノーヒット。さあバッティングカウント、アウトコース決まった。これはバッター動けません。さあ何を見せるか。高め、右方向、前に出る。前に出ます。ちょっとね、ヒットがなくなりましたね。はい、次のゲームにも期待しましょう。ライトフライに終わりました。次のバッターに変わります。内川、ツーアウトながら2点差、ワンチャンス作ることができるんでしょうか。ツーアウトになっています。勝利まであと1人になった。変化球、またついている。さあこれはどうか。一塁送球、ゲームセット。この3連戦の2日目は7対5、バファローズ、ベイスターズを破りました。勝利投手、小林。勝利投手、小林。敗戦投手、吉井。敗戦投手、吉井。セーブ、佐藤。セーブは、佐藤。でございました。勝利監督インタビューが始まっています。横浜対オリックス、4回戦の模様をご覧いただきました。この放送の解説は田尾康さん、そして黒木智弘さんでお届けしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。